北海道科学大学は、北海道札幌市で稲区前田7条15丁目4の位置に本部を置く日本の私立大学である。1967年に設置された。大学の略称は、北課題、同課題、シンボルマーク、プログレスエッジ北海道科学大学は、工学部、薬学部、保健医療学部、未来デザイン学部の、短期大学部の4学部13学科と、 短期大学部からなる。1924年に福喜田流作によって創立された自動車運転技能、教授賞期限として、1967年に学校法人自動車学園の運営により、北海道で唯一の私立の工学系短科大学として開学する。旧賞は北海道工業大学。1967年の開学から2000年までは、 工学部一学部の六学科体制で構成されていた。2001年の学科再編成では、見学の精神に、ヒューマニキとテクノロジーの融合を掲げ、既存の六学科を、人間科学系列三学科、基盤工学系列三学科、戦隊工学系列に学科の八学科とした。福祉生態工学科には、日本の大学では、初の技師総具師の受験資格が得られる。 養成校として、技師総具学専攻が開設された。人や環境を見つめることのできる新しいタイプの技術者養成に力を注ぎ込んでいる。旧、北海道工業大学専門以下は2018年4月以降、以下は2014年3月以前、修士家庭博士後期家庭博士後期家庭修士家庭、新講義旨は1985年に札幌市営バスより、 キャンパス内に誘致した、停留所、工業大学前に連接しており、さらにそのバス待合所を改築したことにより、通学の利便性と使い勝手に配慮されたものとなっている。また、バス待合所は、近隣住民の推薦を受け、2005年に第12回札幌市都市景観賞を受賞。また、新興義務においては、 公共性とデザインの美しさが評価され、公共建築賞優秀賞を受賞している。新講義棟受賞歴、G 胸に続いての新しいシンボルとなる施設として、2012年に建て替えられた体育館は、外壁に太陽光発電パネルを配置した特徴的なデザインとなっており、2012年には、照明学会照明普及賞、2013年には、 北海道建築賞を受賞した。別棟だった物質も統合し、エントランスにはデジタルサイネージも設置された。また、アリーナの床暖房には、地中熱、ヒートポンプを採用している。現行法による施設、淵研究所、用途や研究課題によっては、学外からの利用も可能。北海道大学、北海道の民間企業のボランティアと協力して、 超小型人工衛星ヒットサットが開発された。ヒットサットは2006年9月23日に、鹿児島県内野浦宇宙空間観測所で、ミューファイブロケット7号機のサブペイロードとして、打ち上げられた。大学の研究成果をもとに起業する、ベンチャー企業。ファイル、2008兆731億1732万から1、1-2.jpg 北海道科学。 大学事務局2008年4月から学生証が IC カードとなり、プリペイド型電子マネー、エディの機能が付けられた。これは、道内の大学では初となる試みで、学内の食堂、コンビニエンスストア、書店、証明書自動発行機、自動販売機などに対応している。これにより、キャッシュレス化による会計の混雑解消や、 事務局窓口業務時間外に証明書の発行ができるなど利便性が向上した。付属校系列校、北海道科学大学の人物一覧も参照北海道工業大学同窓会が1971年に設立される。設立の趣旨は活力があって使える会としている。これは卒業生の親睦だけにとどまらず、在学生との関わりや大学発展への貢献。 援助活動をも視野に入れたものである。2008年3月時点での会員数は25、633名。主な活動は以下の通り、学生の活動助成金の交付ゼミナール等のニセコ産層利用受付卒業祝賀会への助成、卒業記念品の贈呈、ありがとうございます。